日本代表は、現地9日に、国際親善試合でカメルン代表と対戦し、0、0の引き分けに終わった。今、ズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこで簡単視聴。1ヶ月無料を試し実施中、この試合で、ホイチ監督は、後半からスリーバックを採用した。坂井、木、吉田麻也、富安健洋の3選手がディフェンス、インに入り、 カメルーンの攻撃陣の前に立ち、だかった身体能力の高い、アフリカ人選手た、にも引けを取らず、むしろ競り合いで上回る、面も、彼らの安定感は、抜群だった。長年にわたって日本代表のディフェンス陣を引っ張って、た吉田は、普段プレーしているフランスは、リカの選手が多いので、退治し慣れている、というのは見ていて思いましたと、酒井の来、死さを実感した様子。 さらに2年前からセンターバックでコンビを組むようになったと安にポテンシャルがあっていい経験を踏んでのの試合だったので落ち着いて対応できたと言いますと賞賛の言葉をかけた。子でこういう手とやっても十分戦えるんだなというのは日感じたところではありますとも述べセリエのボローニャでも揉まれる21歳の若武者にぜな信頼を寄せている富安が 日本代表のディエンスの軸として、独り立ちしつつあること、伺わせたのは、センターバックの配置かも見えた。2018年のロシアワールドカップ後から、年まで、フォーバックの場合は富安が、右センターバック、吉田は、左センターバックを務めていた。し、し、カメルーン戦では初めてその並びが逆に、ウンターバックコンビの左右が入れ替わるの、あまり見られるものではない。 今回そうした段に至った理由を吉田は次のように説明し、監督とも富安とも話して、僕も左右どっちもいいし、富安もどっちでもいいと、昨年まではパリ若い選手で右利きで新しく入ってき、ボローニャで右サイドバックをやったりし、いて、なるべく富安がやりやすいように僕がをやっていたんですけど、 今年から富安が味、無で、左センターバックをやっていて、僕が、チームで、右センターバックをやっているの。あまり代表になって、チームでやっている子、と変えない方がいいんじゃないかという、とで、僕が右、富安が左でやってみようという、とになりました聞き足と同じサイドでプレ、しやすくなる、よう、配慮する必要は、もはやな、なったということだ。左右問わず、 クラブでの割と同じものを代表に持ち込んでも何も心することなく隣を任せられるという信頼感今の富安には生まれている。日本の DF が世界、順の相手にフィジカル面でも見劣りする子なくタフに戦えるようになってきたことは常に大きな進歩と言えるだろう。吉田や酒井は安定感があり富安には底なしのポテンシルがある。 さらにベンチに控える板倉博や職、直通も実力十分で、ディフェンス陣の今後に大きな期待が持てそうだ。取材、文、船木渡る、良。<music>